はい、それでございます、えー。今日はですね、上司が教えてくれる、ね、営業のコツ、協調性をテーマでお話ししていきたいなと思います。 この協調性っていう言葉もまた何,何とも言えない言葉なんですけどね、なんとか性っていう言葉でですね、あの基本的に怒ってくる人、あんまり信用してないのが私なんですが、まあ昔なんですけど、まあ、協調性がお前はないなということでよく怒られたので、改めてその意味を授業は考えてみましたということが今日のテーマでございます。はい。えー、まあよく言われた言葉としては、お前も協調性が欠けているという言葉をですね、よく言われたわけなんですが、えー まあ、あの新卒で入った会社で言われた言葉なんですけど、実は最初の2年間はこんなこと1回も言われたことないんですよね。まあ、言われたことを黙々とやっておりましたので、まあ、確かに言われる場面はなかったと思うんですが、社会人3年目、4年目になってまあ副業を始めたりとか、社内ベンチャーで自分で事業を回してみたりみたいなことが始まって、でまあ、そこに集中して、まあ、 頑張ってた時ですね、えー、その時にあの関わる人が増えたんですよ。もともとずっと東京の支社、まあ、メインどころではあったんですけど、東京の支社でずっと働いていて、で、えっ、ー、と、本社がまあ地方にあったんで、3年目、4年目のタイミングで地方で働く機会というか、地方に顔も出さなきゃいけない機会があってですね、えー、まあ、週1回の月曜日に、えー、その地方の支社で新幹線に乗って、ミーティングのためだけに行って、泊まって、 日曜,の終電か日曜の終電で東京から地方の記者に本社行って、えー、そこから一日月曜日丸一日ミーティングですよミーティングをして、えー、終電で帰って、えー、次の日の始発でまた東京に戻ってくるそんな生活を私に1年以上続けたんでねあの時はなかなかやみましたけどね まあその時のな、まあ、その地方の本社で言われた言葉がお前は協調性が欠けていると。で、まあ、どんな場面で言われたのかっていうところっですね、ちょっと思い出してみたので、まあ、ちょっとこの場面、こんな場面で言われましたよということなんですが、一つ目、飲み会を断った時。へ,えへ飲み会大好きなんですよね、この会社。なんで飲み会、ちょっと今日行けないです、みたいなことを言うと、お前ふざけんなよ、みたいなことで、結婚をない勢いで怒られたと。ですね。 飲み会よりも大事、まあ、俺の誘いより大事なことがあるのかとかですね、社長が連れてってくれてるって言ってるんだからもう、そっち優先するべきだろうみたいなことでよく言われた。その時のもう今日女性が欠けてるからこうなるんだみたいなことを言われた。えー、そんな苦い思い出を思い出しておりましたと。次、えー、残業の依頼を断った時、まあ、残業してくれみたいな、まあ、俺の会ちょっとこれやっといてくれみたいな時に、まあ、ちょっと今日あの別件のアポイントがあるんでとか、 ちょっとクライアントと会食があるんでみたいなことを言うとお前はいつもそうだなといつもクライアント何やってんだみたいなことを言われたですよねで、まあ、また先ほどの協調性が欠けてるみたいな話に戻ってくると。 次、まあ、ランチを断ったとき。まあ、いつもいつもなんかこうやって書いちゃうと断ってるみたいなんですけど、そんないつもいつも断ってるわけじゃないんですよ。ちょこちょこの飲み会も行ったりとか、ランチ一緒に行ったりとか、残業もちょこちょこでずっったりみたいな感じ。どちらかというとい、結構やってた方なんですけど、いつもやってる分ですね。あのたまに断りを入れるとこういうふうに言われると、まあ、ふざけんなった話ですけどね。はい、で次、も、ま、う、あ、断り系ではないんですけど、社長の飲み会の話を笑顔で聞いていなかったときということで、えーとまあ その地方の、えー、往復勤務はですね、1年で脱出することができたんですけど、まあその社長もですね、東京がメインところなんで、特によく来るんですよね。で、その時って来ると必ず飲み会。もういい加減にしてくれると。私その時新婚だったんでね、あの、もう早く帰りたいんですよ。<laughs> なんですけど、まあそういう事情とかは全然関係ないんでね、あの、まあ飲み会に連れてかれてみたいな感じで、で、まあ本当話が大体自慢話。で、その時にもう なんかもうおかしいんですけど、みんな笑顔ですケうなずきながら、社長の方をギュッと見ながらですね、一滴も先酒に口をつけずに、もう前のめりで話を聞いてるみたいな感じだったんですけど、飲み会だよみたいな話なんですよ。でまあそういう時にあの笑顔で話を聞いてないってなるとですね、社長が怒るからもちゃんとそう、そういう態度は決まえろよみたいなことを言われたと。んいつもいつも同じ話聞かされてたら笑顔にもなくなりますみたいな話なんですけどね。まあ、これもよく言われた話でございました。 次、上司の雑談にメモをしなかった時、雑談ですよ。なんかちょっと面白いことを言った時だったんでしょうね。あのその時に、なんだお前俺の話をメモしないんだ。メモするとこあったみたいな話なんですけど、まあ、要は話を聞く姿勢が気に入らなかったんでしょうね。 だだったんだと思いますよあ、社長とか上司がですね、求めるアクションしてなかったときによくお前は協調性が欠けるみたいなことを言われて、それでどんどん私はモチベーションが落ちていった。そんなことでございましたよ。まあ、そもそも協調性とはというところなんですけど、立場や環境が異なる人同士が助け合ったり譲り合って目的・目標を達成するために任務を遂行する素養ということなんですよね。でさっっきののの話っていうのがあの 仕事と関係ないんですよ。まあ、もちろんその人間関係をとかですね、えっ、ー、と、まあ相手のことをよく知るみたいな形のこともあると思うんですけど、なんで最初の方私もどんどん飲み会行ったりとか、相手のことも知りたかったんでね、ランチ一緒に行ってみたいなこともやってたんですけど、それはまあわかりますよ。 あるんですけどそもそもさっきの会食があるんでみたいな話、そのクライアントがいるわけですよ。クライアントとのやり取りとか仕事よりも社内の人間関係優先しろっていうのは、そもそも目的や目標を遂行するためにずれてますよね。なんで、なんかそこからだんだん違和感を感じてきたなみたいなことを思い出しましたという話でした。まあ、なのであの私の、私の目線から見ればですよ。まあ、上司からすればお前は 協協調調性性ががなななないいいっっってて話話だったんんででですすけど、私から見れば上司にう要は何のためにやってんのみたいな話の時に結局上司が求めているのは自分の言いなりとかですね自分の理想の通り動いてくれる人をまあ協調性があると理想の部下みたいな感じになってしまうので言いなりに動くことと目的や目標を達成することっていうのは完全イコールだったらいいですよ けど、基本的に自分が気持ち良くなるためだけに、なんかそういう動きとかですね、リアクションを求めてくるっていうのは、その会社が目,目指している方向性とか目的であったり、目標であったりっていうことと関係ないことの方が圧倒的に多いんでね。なんでこういったところで違和感を私は感じて会社を卒業したということがございました。はい。まあ、こういう女子一定数いるんでね、その自分の立場、ポジションを使ってですね、まあ、人を動かそうとする。自分の言いなりとか言う通りにですね。ただ、部下はロボットじゃないんでね。 そういったところはちょっと、その上司が別に偉いわけじゃないですからね。まあ、立場上は確かに偉いんですけど、まあ、偉いからといって人をまあ無理強いさせて強制させるみたいなことができるポジションではあるわけではなくて、対等の人間なんで、なんかその辺を勘違いしている上司っていうのは多いなっていうことは、えー、ぜひこの字を聞いていただいている方はご理解ください。 ご認識いいいただけるととと嬉しいなということですよ、はいまあ、本当、そんな上司には気をつけてくださいねということが今日のお話でした。はい、今日のテーマは協調性ということでお話しさせていただきましたが、えー、協調性はあくまでその目的や目標を達成するために必要な素養ですので、その上司の言いなりに動くことイコール協調性があるわけではないですからね、ししそれをもとめてくる上司が一定数いるということは、ぜひご理解、ご認識いただいてお気をつけいただきたいなということで今日の話をお話しさせていただきました。本日は以上です。 はい。今回もご覧いただきありがとうございました。えー、ご興味持っていただけたり、えー、参考になったなという方は、ぜひチャンネル登録していただければと思います。また、ツイッターもやっております。いろいろと、えぶ、ー、潰ておりますので、ご興味持っていただけた方は、ぜひツイッターの方もフォローいただけると嬉しいです。引き続き、えー、営業のご質問やご相談あれば、えー、LINE ですとか、ツイッターの方でご連絡いただければお答えしていきますので、えー、どんどんご連絡もいただければと思います。本日は、ご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。